まず会社をスタートした時には米国の会社と GD ネットっていう会社とですね、ジョイントベンチャーで作ったんですね。 40% 米国の会社を持ってましてね、まあ、やってみてやっぱり違う国と一緒に仕事するのは大変ですよね。事業に対するこのものの考え方とかね、そういうのがやっぱ違いましてね、まあ、米国の会社とこううまくいかなくなりましてね。特に米国の企業は四半期のね短期主義ですし、まあ利益最優先とかね、まあ株主資本主義ですから基本的に、まあ、非常にそういうところが、まあ勉強になりましたね、逆に言うとね。それでソフトバンクがそれを買い取って米国の株をね、それでもう一回やり直した IT メディアという名前でね。ところが今度はまた事件がありましてね、ちょうどソフトバンクがブロードバンドを始めた頃でね、2001年の7月くらいに始めたんですけども、ヤフー BB をね。ところがね、これ最初繋がらなかったんです、全然ね。まあ、無理もないですよね。電話回線、使った ADSL なんて日本で初めてやったわけですから。で、当社の記者がね、一生懸命それをね、厳しい記事を書くんですね。ソフトバンクのヤフー BB 繋がりませんと。それである時、呼ばれましてね、ソフトバンクから。IT メディアはグループ会社なのにソフトバンクのブロードバンドの事業を邪魔するのかみたいで、でも僕はね全然そんなソフトバンクの遺伝子を持っているわけだし、孫社長とね6年間一緒にやってきたわけで、むしろメディアとして一生懸命ブロードバンド書いて、その当社の役割をね担っていこうとしたわけですけども、まあ最初だから不具合がいっぱいあって、厳しい記事をたくさん書いて、まあ編集者にはどんなに厳しいこと書いてもいいから愛情だけはね持てと、そういうテクノロジーとかその業界に愛情を持ってないとねダメだよと。でも愛情を持って書いてれば厳しいこと書いてもいいからと言ってたんですね。でも片やソフトバンクから攻め込まれましてね、孫社長もお前俺がその死ぬ気でやってるのにどうしたんだみたいな、そのいやそんなことありませんと、なんか事実と違うみたいだけどとか、いやそんなことありませんとか言ってね、でもまあまあご迷惑をおかけしてすいませんでしたとかってさ一応謝って、記事は全く買いませんでしたけどね。もう帰りのタクシーの中で悔しくてね、こう涙ボロボロ出てきましたね。まあそういうその社長に育ててもらって、ソフトバンクというその世界の中でメディアコンテンツを担って、まあブロードバンドが始まってわーっとね、僕らはその舞台をにぎやかくしてね行くことが僕らの仕事で、それで貢献するつもりでいたし、でもやっぱりメディアであるジャーナリズムであるからね、悪いものは悪い、つながらないものはつながらないと書かないといけないし、でもそういったものをちゃんとうちに分かって抱えていることがソフトバンク孫社長のすごいとこだと。ただあの時は孫社長ソフトバンクも必死だったんですよ。2001年2年の頃の、ヤフー BB ブロードバンドで勝負をかけてた時の株主総会っていうのはすごく印象的で、みんな孫さんのファンなんですね。で資産が10分の1になってるのに夢をかけてるんですね、この人だったらやってくれると。それでなんか拍手が湧いて、まあそういう事業をやってると、まあ、いろんなことがありますから、嫌なこと辛いことあるし、でも、まあ、さっき言ったようにそういったそのものをうちにこう包容できる理解力ということが多分リーダーに孫さんにあったんだろうし、やっぱりそこで一切記事を変えなかったし、やってきたことが僕らの誇りでありプライドであるし、だから当社で今やってる社員の人たちにはそういう誇りとプライドがね、まあ、メディアのビジネスっていうのはご存知の通り非常に変化してきていて、まあある意味経営基盤が脆弱で、厳しい産業分野でもあるんですけど、その中で当社を構成する人たちはもちろん新しいテクノロジーとかね、新しいメディアを生み出しながらも、基本のところはそういった誇りというかね、プライドを持っていく。でその向こうに非常に賢い読者がねたくさんいるってことも
ってますから、そういう媒体活動を通じて気づいてきた読者の信頼をね、裏切らないということですよね。次はこういうコンテンツやりたいとかね、こういうメディアやりたいとかっていうのが生まれてくるような、でそれを経営がサポートしてあげて実現していくというような会社になっていきたいなと思いますね。